こんにちは。タロットティアラのレイシタロットチャンネルにようこそ。こちらのチャンネルでは、私タロットティアラがその時気になった人物や事件、ニュースなどをレイシタロットで読み解いていくチャンネルです。そして今日のテーマは、2023年後半日本列島大地震災害予測、47都道府県どこで起きるのか、何を気をつけるべきかを見ていきます。はい、こちらの動画ね、前回ね、すごく話題になりました。なぜ話題になったのか、そしてこの動画を撮ろうと思ったきっかけです。予言の的中だったんですね。前回の数々の予言が当たっていたことにより、2023年後半バージョンを望むっていうね、リクエストが多数寄せられました。最近各地で地震や災害が起きていることもあって、今年のね、後半、もう6月になりましたので、後半バージョンを撮ることにしました。では今年のナンバー再確認してみましょう。今年のカードナンバーは7なんですね。2023年の 2+2+3 で7という数字になります。今年は戦車です。戦車はとても勢いがある、勢いとスピードが大切な年です。戦車は乗り物ですよね。なので移動が多くなる年、旅行が増えます。まあ、コロナはもう規制も緩まって、海外からも人が来ているし、皆さんも海外に行くと思います。あとは災害に関係はないんですけど、例えば恋愛とか結婚などでは一緒に旅行に行くといいんですね。あるいは移動するデート、今まで行ったことのないところに行くデートとかね。あと、べったりするより友達のようなフランクな恋、さらっとしたね、仲間みたいな恋がうまくいくでしょう、今年。はい、では災害に戻ると、これが逆位置になっちゃうと、乗り物の暴走や飛行機の墜落など、そういうね、乗り物のトラブルが多くなるんですね。実際今年に入ると、車の事故とか列車の脱線とか、あとは先日起きた沖縄の自衛隊機墜落ありましたね。ありえない乗り物の事故っていうのがね、すごく多くなるんですね。なので、老人の暴走とかもね、高速道路の逆走、アレンさんもね、自転車で逆走してましたけどね。自転車で逆走じゃない、自転車で高速道路に入っちゃったんです。はい、そのように乗り物のありえないような事故が増えます。皆さんも今年半分過ぎましたが、後半も気をつけてください。たとえね、横断歩道で自分が優先だったとしても、ちゃんと気をつけてくださいね、前後左右。では前回の要注意地方のおさらいをしてみましょう。前回の要注意地方です。まず北海道にね、いきなりタワーが出たんですね。すると2月25日、震度5の地震が起きました。そして石川県ではカップ5のカードが出ました。この時は5月5日に震度6強。私、動画の中で石川県は建物が倒壊するような震度の地震が来るって言ったんですけど、まさにね、震度6強で倒壊してましたよね。そして千葉県です。千葉県はカップのページなんですけど、震度の5というものが起きました。ちょこちょこね、地震が起こる。これはなんでカップのページが地震だったとかかというと、波がね、大きいんですね、カップのページの波。はい、このようなことからも見ていきます。そして他の地域です。前回の要注意地方、鹿児島県新阪の逆位置、5月31日に震度5の地震が起きました。そして愛知県は総度の3、総度の3は雲から雨が出てますよね。この時、私は水害が起きるでしょうって言ったんですけど、
まさに大雨で6月2日大災害、大水害が起きましたね。はい、このように災害に関しても見ていきたいと思います。では今回見ていく内容です。2023年後半、地震や災害が起きる場所、そして何に気をつけるべきかなども、今日は47都道府県見ていきたいと思います。はい、では早速見ていきましょう。2023年後半、日本列島大地震大災害予測、どこで起きるのか、何を気をつけるべきか、47都道府県です。前回もほぼ当たっていたというね。そして後半どうなっていくのか、後半大地震大災害はどこで起きるのか、地図を出してみていきます。はい、ではまず北海道、前回タワーだった北海道、今日はね、静脈取っていきます。静脈取るっていうのと、あとインスピレーションを受けながらやっていくので、前回との読み方は何に注目するのかっていうのはその都度変わっていきますので、全く同じではないということを覚えておいてください。では見ていきましょう。北海道、キングオブアンド逆位置、これは大地の神なんですね。大地の神、キングオブアンド、自然の神なんですけど、それが逆位置になるということは大地が怒っているという意味になりますので、やはりちょっと北海道は気をつけてほしいですね。はい、怒りです。怒りがある土地にね。あと男の人の犯罪みたいなものも増えるかもしれません。北海道は地震、依然として注意です。そして青森、岩手、秋田、宮城、山形まで行きましょう。まず青森、青森静脈取るので、忍者ですね。青森忍者、忍者はそうですね、忍者はね悪くないんですね。ただ雪山でしょ、だから雪に注意ですね。大雪が降るとか、雪で停電するとか、何かストップする、交通機関ストップするとか、そういう大雪に注意です。そして秋田、全部開けていきましょう。岩手、山形、宮城、秋田は、これは丘の上に立ってて有利な立場にあるということ。秋田は依然として前回もそんな悪くなかったので、まあ大地震は起きないでしょうね。はい、大地震は起きません、大丈夫そうです。岩手は世界は三大ウィッシュカードの1枚ですので、とてもいいカードですね。まあ、地震、この雲がね四隅にあるので、地震や災害は
ちょっとしたものは起きるかもしれませんが、大きなものとはならないようです。はい、とてもいいカードが出ました。岩手、宮城、ジャスティス逆位置なので、正義が逆になってしまっているので、宮城県はちょっと地震心配ですね。大きな地震はあるかもしれないです。正義がなされないということですからね。はい、なので東北大震災の時に受けたものをまた引きずってしまうというか、ちょっと宮城は地震注意ですね。そして山形、ナイトオブソード、山形は勢いがありますね。ただ雲がちぎれているので、台風とか台風、暴風、雨などに注意です。天候によるもの、地震というよりは天気、災害注意です。そして福島、茨城、栃木、埼玉まで行きましょう。全部開けていきましょうね。全部開けていきます。福島、茨城、栃木、埼玉。福島は、これは作物、大地の神が逆位置になっているので、ちょっと良くないですね。地震関連、また作物の、前回もそうだったような気がする、ね、前回もなんか逆位置でペンタクルの女王かなんかだと思うんですけど、福島、建物より建物の倒壊とか、あとは作物がダメージを受けるとか、そういうものに注意ですね。福島も依然として地震や災害に注意してください。茨城、カップの9もね、最高にいいカードなんですね。なのでたとえ地震がちょこちょこあったとしても、大きなダメージは受けないでしょう。大きなダメージは意外とないです、茨城。そして埼玉は波がこう荒れているので、そうですね、ちょいちょい地震が起きるでしょう。それはでもあまり大きなダメージにはなりません。でも全くないってわけではなく、周り周囲の地震の影響が出るって感じですね。福島の影響ですかね。はい、ちょこちょこ地震はありそうです。埼玉、栃木、審判逆位置、栃木もありそうですね。これは復活できない、ジャッジメントは復活できないという意味になるので、ちょっと栃木は要注意かもしれません。はい、ダメージが大きいかもね。栃木、福島は注意です。そして次、千葉、東京、神奈川、千葉、東京、神奈川、千葉、東京、神奈川、千葉、ザ・スター、
ザ・スターなので、そうですね、これもすごくいいカードです。すごくいいカードなんですけど、水が結構出てますよね。なので自信はあるんだけど、そんなに大きなダメージはないでしょう。ただ水がちょっと溢れてる感じがしますね。水害ですかね。水害に注意です。でも大きなダメージではありません。そして千葉、東京、じゃあ神奈川、クイーン・オブ・アンド。クイーン・オブ・アンドは、大地の女王なので、神奈川は自信ありそうですね。前回は問題なかったんだけど、後半はちょっと地震に注意ですね。大地の神が怒ってるっていう感じになっちゃうんですね。はい、神奈川は地震注意です。そして東京はページオブソード。ページオブソードは詐欺カードなんですね。詐欺や犯罪、若者の犯罪などが増えるでしょう。銀座で強盗ありましたよね。ああいう未熟な若者による犯罪っていうのがちょこちょこ増えます。東京、若者の犯罪に注意。はい、そしてどこまで行ったかって書いとこうね。群馬はこれはないものねだりカードです。なので本当はすごくねいいものがあるんです。土地に作物とかいいものあるんだけど、それは地震につながってないというかね。はい、ぜひそれを生かすといいですね。地震はないでしょう、大丈夫。そして山梨は何らかの産業が認められる、産業および農作物ですかね。これまでの頑張りが実る、とてもいいカードです。なので、まあ、山梨県出身の方とか山梨で仕事してる方、仕事運が良くなるでしょう。あ、そういうね考え方もできますね。はい、山梨県も大丈夫です。そして新潟、長野、静岡行きましょう。新潟、長野、静岡、あ、全部開けていく。新潟、長野、静岡。新潟、ザ・フール。新潟、そうね、ちょっと崖にいるっていうのがね心配なんですね。そして雪山ですよね。大雪、今年もありそうですね。大雪に注意ということと、やはりね崖にいるっていうのは危険な場所にいるっていうことなので、地震はありそうですね、新潟で。このフールのんきにしてるでしょう。のんきさがあだになるというか、安心している時に地震が来やすいので、気を引き締めてねいてください。新潟は地震がありそうです。そして長野、月の逆位置。月の逆位置、そう、月はね不安な夜を表します。なのでちょいちょい夜に地震はあるかもしれないですね。地震ある。でも逆位置だといい意味になるので、いい意味っていうか、そんなに心配しなくてもいいってことになるので、大
ダメージっていうよりは地震はあるんだけど軽く済む。静岡ワンドの3逆位置、ワンドの3は正位置も逆位置も同じ意味として考えます。海が穏やかなので静岡は問題がなさそうですかね。はい、海、新しい場所に行く、あとまさに静岡海ですからね。船の行き来、船の事故とか船関係のものがあるかもしれないです。トラブル、船のトラブル、船の事故、あと遊んでいる時の船の沈没みたいなね、遊覧船の沈没とか。はい、静岡は船注意です。そして富山、石川、岐阜、福井まで行きましょうかね。富山、石川、福井、岐阜、ここまでね。富山、石川、福井、岐阜。富山、女帝の逆、これもね、大地の神様が逆位置になるっていうことは起こってるっていうことなので、富山も今年は地震注意ですね。今年後半地震注意。そして石川もね、こうカップの7、逆位置、妄想および大地っていうよりも、これは大災害、雨による災害、そっちの方が今回は石川県注意を必要とします。はい、災害、雨、台風などによるダメージ。でも富山は地震ありますね。岐阜もちょっと、これは犯罪系かな。岐阜、犯罪系、何らかのダメージがありそうですね。富山の余波を受けるのかな。富山の余波を受けて、地震のダメージありそうです。福井は大丈夫そうですね。福井は勝利のカードです。勝利、何か喜ばしいことがありそうです。福井の皆さん、何らかの勝利を手にするでしょう。まあそれには努力を必要としますので、継続的な努力頑張りましょう。はい、そして愛知三重、愛知、三重、ザ・デビル、愛知は、前回ね、大雨でしたっけ。大雨だよね。このデビルはね、欲望なんですね。欲望を表すカード。なので、欲望による犯罪。例えば、レイプとか、あるいは元彼元カノを刺すとかね。はい、そういう欲望による犯罪が増えてしまうので注意です。あと自分の欲がね、強くなりすぎちゃうっていうのもあるんですね。愛知の人、気をつけてください。自分の欲を抑えること。そして三重の方、ハンギングマン、
釣られた男の逆位置なので、三重の方は、自己犠牲的なこと、何か他人に尽くすようなことが逆にいいんですね。いいんです、それを。あとこれもとどまっている感じがするので、自信はなさそうですね。自信はないでしょう。はい、三重の方はゆっくりだけれども、焦らずにいれば進展していきます。自信はないです。地震災害は大丈夫。そして滋賀なら京都、大阪、和歌山、ここまで。滋賀、あ、全部開けていきます。滋賀なら京都、大阪、和歌山。滋賀カップの3逆位置、カップの3逆位置。滋賀はそうですね、逆位置なので地震および災害注意してください。地震の方が大きいかな。はい、作物がダメになっちゃうっていう感じなんですね。地震や災害によって作物にダメージがありそうです。滋賀は地震に注意。そして奈良は海にいるカップのクイーンなので、こう水害ですね、水害、大洪水とか洪水、大雨ね、海および水による事故、水の神様が起こってるんですね。水が氾濫するイメージです。水、水害に注意です。和歌山は台風ですね。和歌山台風、天候によるもの、こう鉄が空から出てるでしょ、雲から出てる。で逆位置なので、これ天候によるものなんですね。はい、台風などの気象関係。そして大阪はこれはロマンチックなカードなので、大阪は問題なさそうですね。大阪も大きな地震はないでしょう。人がたくさん観光に来るでしょう。はい、あとカップを持っているので、ホスト、イケメンホストみたいなねそういう人の犯罪、イケメンホストが刺されるとかね、そういう感じの犯罪が多くなるかもしれません。イケメンホストに騙されるとかね。大阪の方はイケメンに騙されないように注意してください。はい、そして京都は今までのコツコツしてきた努力、今まで培った、まあ、歴史のある町の魅力で人がたくさん訪れるでしょう。京都も問題はありません。はい、大丈夫そうです。京都大丈夫。そして兵庫1枚だけど、兵庫キングオブソード聖地、兵庫は強いリーダーが引っ張っていってくれる、男性性が強くなる。そして兵庫の人はバリバリ仕事をしていくことで進展する、仕事運が進展していきますので頑張ってください。ただあるとしたら雲がねちょっとねあるんで、天候による災害
ちょっとした台風の影響とかそういったものはあるかもしれませんが、大事には至らないでしょう。兵庫まで見た。そして鳥取、岡山、島根、広島、山口、全部開けていきます。鳥取、島根、山口、広島、岡山。鳥取、力もう逆位置、鳥取力の逆位置なので、ちょっと地震大地ひっくり返っているので、そうですね、これすごいいいカードなんですけど、小さな地震はあるかもしれませんね。でもダメージはないでしょう。島根、太陽の逆位置、何らかの隠蔽によるもの、詐欺とかね、そういう、あとなんだっけ、横領とかね、そういうものがあるかもしれませんが、地震はなさそうですね。今ね、地震はないでしょう。山口は頭に包帯を巻いているので、ちょっとダメージのある何かが起こりそうですね。山口県、地震かな。ちょっとダメージを負いそうですね。地震によるダメージ、山口気をつけてください。広島は広島もちょっとあまり良くないですね。犯罪が増える、強盗とか、あるいは殺人とか、そういった犯罪が増えるかもしれません。広島注意です。あと雲の流れも気になりますね。台風などの災害ありそうです。広島は犯罪および台風被害気をつけてください。戸締まりとかね、注意してください。あと夜に出歩かないとかね。はい。そして岡山はいいですね。カップの10、正位置、最高の家族カードなので、家族運が良くなるでしょう。岡山の人たち、はい。そして愛媛、香川、高知、徳島、愛媛、香川、高知、徳島。愛媛は何らかの災害起こりそうですね。ワンドの10逆位置、このワンドの10逆位置は抱えきれないプレッシャーっていうことなんですね。なので土地のプレッシャー、何らかの災害、地震か台風によるもの注意です。あと香川もね、ちょっとダメージが大きい何かがありそうです。事件なのか地震なのか、逆位置なので
こう逆位置になるとね、朝日が強調されます。なのでまあすごい復活できないほどひどいかって言ったらそうではないんだけど、いつも受けないような何かが起こりそうですね。犯罪によるものなのかもしれません。それは香川には何かが起こるので気をつけましょう。あと香川の人は犯罪に巻き込まれないように注意することも大切です。徳島は海が穏やかなので徳島は問題なさそうです。はい、可もなく不可もなく均衡を保つ、緊張状態を保つって感じですね。はい、つつましやかに過ごしましょう。高知ワンドの2は正位置も逆位置もだいたい同じ意味として取ります。高知も波は穏やかなので大丈夫そうですね。はい、ただ海にこう向かっているので外からの人がたくさん来る、観光客が増える、それで進展していくようですね。はい、高知も大丈夫そうです。注意するのは愛媛、香川の人、犯罪などに巻き込まれないように注意です。そして九州、福岡、熊本、大分、鹿児島、宮崎、これ全部開けていきます。福岡、熊本、大分、鹿児島、宮崎、佐賀、長崎まで行っちゃうかね。佐賀、長崎、福岡ペンタクル5。福岡は、災害っていうよりも雪あるいは天候によるもの、台風とかね、そういったものと、あと犯罪インモラルな犯罪に注意ですね。インモラルな犯罪、不倫とかね、そういったものに注意しましょう。不倫をどうやって注意するかっていうのは難しいですね。欲望にこう飲まれないように注意です。大分も波は穏やかなので大丈夫そうですかね。はい、大分も大丈夫そうです。宮崎クイーンオブソード、宮崎はですね前回すごく良かったんですね。ただ今回クイーンオブソード雲がもくもく出ているので台風などに注意ですね。天候による災害に注意、大地の神が逆位置になると怒っているという意味になっちゃうので災害注意。あと鹿児島はワンドの8逆位置、ワンドの8は突然の変化を表します。やはりね、依然としてね、大地が突然変化する地震に注意なんですね。鹿児島は地震に注意です。突然の地震が起こりそうです。なので鹿児島の方は災害避難袋とかね、そういうものを用意しておいてください。鹿児島地震ありそう。
熊本も節制の逆位置、カップから水が溢れてるっていうことになっちゃうんですね。そして大地がひっくり返ってしまっているので地震に注意必要ですね。熊本地震注意です。はい、水の災害、熊本鹿児島は地震災害ありそうです。後半も依然として注意してください。佐賀法王の聖地、佐賀は聖地なので秩序を守って大丈夫そうですね。はい、秩序を守って真面目に過ごしましょう。佐賀の皆さん、ルールを守って過ごすと吉です。そして長崎はこれも穏やかな波なので大きな地震は起こらないでしょう。ただ過去に何らかのダメージがあったかもしれません。ただ後半は大丈夫そうですね。はい、なのであまりアクティブにしない方がいいですね。ひっそりと過ごす派手なアクションはしない方がいいでしょう。長崎の方参考にしてください。そして沖縄最後、沖縄です。どうでしょう。沖縄ペンタクル7聖地、これも大地のカードなんですが地震はなさそうですね。地震はないだけど伸び悩むカードなので、なんか進展しようとすると何かに足をすくわれたりとか、あとは観光客が増えるかと思ったら台風が来ちゃったとかね、そういうこと、一進一退って感じです。一進一退、そういう感じになりそうです。ただ大きいダメージを負うことはないでしょう。沖縄、はい、こんな感じですかね。このようになりました。後半タワーが出てなかったですね。タワーが出てないということは東日本大震災のような大きな地震はないということが言えるでしょう。2023年後半、東日本大地震のような大きなね、大打撃を受けるような地震はないです。大災害もない。ただちょこちょこ地域によって、まあ天候によるものが大きいですね。天気によるもの、台風、大洪水みたいなものに注意しましょう。はい、このような結果になりました。皆様はどうお考えでしょうか。どうぞね、参考にして過ごしてください。依然として2023年の戦車のエネルギーは続いています。戦車出てきてないね。戦車のエネルギーは続いてるんですよ。これ戦車のエネルギーが続いているので乗り物に注意です。交通事故、あるいは車の暴走などに注意です。戦車のエネルギーは依然として続いております。はい、このような結果になりました。こちらのチャンネルではタロットカード78枚の知識が身につく動画になっております。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。